さあ、倒してきましたよ。雷の精霊もね。おお、さすがです。あれ、同じこと聞いてる。さすがあなた様です。あの雷の精霊の亡霊を倒してしまうとは。あと残る精霊も一つじゃないですか。魔王城へまた一歩、当然ですね。け、早く魔王を倒したいぜ。まあ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 、そう焦らずに。まずはこの北の森林を抜けてください。そうすれば、雪景色が一面広がることでしょう。あ、でも私寒いとこ苦手なんで、あの先に私はいないことを承知してくださいな。同じこと言ってんねん。あれ？へへへ。こういうのが天職なんでしょうねって言ってるやん、もういよいよ。ってことは情報ももしかして？あ、やっぱり。あの、そう、氷精霊強かったんだよな。魔法もそれなりに強いし、あ、魔法も使うようになってる。片方をうまく使えば、でもね、とある状態上、この前ね、そんなになんかね、効かなかったんだよな。もしかしたら間違ってる沈黙だったりする、あれ。もちろんこっちには行けないんだよね。見えない壁があるんでしょ？魔王城、ちょっと待って、もう見えてるわ。もう見えてたけどさ。いや、まあ見えてんねんけどさ。そうそう、魔王城は見えない壁があるのかなって思ったら、塞いでたわ。あなたたちはまだ弱いので通しませんよと来たか。そちらの全く喋らない巫女さんも優雅に見えますよ。うるせえ、こいつはもう、あら、ひどい勇者様。ああ、なんて可愛さの巫女様。大変ですね。そっか。喋ることを禁じられてんだもんな。山賊王国出現！やっぱりお前、一体で出てくんのね、でも。んで、一体で出てくんのね、君は。あ、縁故殺しの雪の町です。真っ白やなー、やっぱり。縁故殺しの雪の町。確かここってあれでしょ？雪んこぽっぽ、かわいい！めっちゃかわいいな、雪んこぽっぽ。ポッポー、かわいい。へえ、スライム、うわー、1329。あんまりだよー。かわいいのに、あんなに。そう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 、これこれ。氷の狼魚ね。こっちこっち、俺が言いたかったのは。雷がラードがあるよね。ラード効くかどうかちょっと試したいな。はい。あー、まあ、合ってなくはないと。うん、強いと。あ、こっちの方が報酬も多いと。さて、町で、最北端の町になります。旦那かな？雪の町の旦那でいないのかな？じゃあ、鏡見るか。はい。精霊の宝巡り、お疲れさん。もう終盤じゃねえか。魔王城に行けるのもそう遠くないってか。実は精霊は、今の魔王が全員倒しまったんですね。まさか魔力を他に残してるとはな。そうだね、今の魔王が実は精霊はもう全員倒したんですよ。1対1の時にね。ん？魔王は精霊封印されてたんじゃなかったのかって？あ、え、あじゃあ、今の発言を浮かされたな。忘れてくれ。いやいや、合ってるよ。くっそ、この街は寒いな。また鏡見てんのか。ほんと鏡見んの好きだよな、お前。確かに目元は綺麗だもんな。目元だけはな。髪質もいいし。そうだね。ハイライトもあるし。でも、その口の二重なんとかならんのか。口を隠せば誰にも綺麗に見える説は、俺もと、マスク女子的なね。そんなこと言うなよ。お前は一体どんな醜い顔してんだろうな。俺が王になった暁は、お前の包帯外すこと命令してやる。そして民衆の前にさらして恥をかかせてやるぜ。まあ、俺もそこまで鬼じゃない。包帯を外させるが、城のいい部屋に住ませてやってもいいからな。身分もいいものしてやろう。あ、でもあれ？お前、巫女なんだろ？じゃあ、もともと優遇されたのかな？どうなんだ？ん？け、つまんね。じゃあ、俺の召使いにしてやる。でも、悪いのにしねえよ。これでも、ここまで俺導いた恩義もあるしな。ははは。うん、大丈夫そうだね。まあ、なんだかんだに欲望になんかさ、身を委ねられそうだけど、まあ、大丈夫そうだけどな、さすがに。確かに、こうして見ると可愛いんだよな。目、ハイライトもあるし。前回ほどじゃない。前回のやつほどじゃない。うん。なんだ？20になってなんか覚えたぞ。ああ！ザラームとかイスイホか。なんか一瞬何いっぱい覚えたなと思ったら。なんだなんだなんだ。急になんかいっぱい覚えたと思ったら状態上全部覚えたな。暗闇状態とかもあんのか。へえ。いや、魔法多いな。来たねー。
いやー、ここの雪の精霊ね、怖いんだよ。なんかもう、バイバイ愚かな人間どもさようならっていうね、もうトラウマなんだよな、あれちょっとだけ。じゃあ行きますか。さあ、氷の精霊の悲観。いや、怖いわ。魔法も強力だし、連続攻撃もあるって言ってたんだよね。ちょっとそれが怖いところ。沈黙だ、多分だけど、前回麻痺そんな効かなかったし、一旦しかやまなかったんだよね。これじゃね？多分だけど、沈黙だと思うよ。で、とりあえず雷効いてたから、雷と沈黙でいくか。いや、沈黙だ！そうだ！沈黙だ！聞くの。沈黙すれば、相手の2回攻撃とかも封じられるから、これだ、沈黙なんだ。ようやく分かった。ようやくだよ。2作目にしてようやく分かったわ。3回攻撃結構いくんじゃない？てかもうそろそろ。はぁ、1! か、麻痺は効かねえってか。まあ、てかこれ確か、あれだよね。麻痺の技だから、そうだよね。こっちは攻撃すんな。雷もそこそこ通る。うん。普通の攻撃なら大丈夫。で、沈黙解けたから、これアンナがね、バンバンバンで死ぬのだけは避けたいから、アミナ。ニキスアミナかけて、3回攻撃強いな。あ、強い3回攻撃。3回攻撃の方が強いか。向こうもや！そう、高連連続攻撃でだんだんだんでやられるのが一番怖いから、とりあえず防御を上げといて、とりあえず自分の命を優先しようか。引き銃で。で、3回攻撃。3回攻撃が強い！ 1、2、3! 気持ちいい！向こうが連続攻撃攻めてくんだったら、こっちも連続攻撃を。で、どうしようかな。沈黙が効くってのは分かったんなら強いよ。1、2、3! はい！毒をかけた！あれ、毒じゃない、毒じゃない。ちゃんと覚えられてねえな。これ毒だ、ほんとだ。効果値やで毒を負わせる。毒を負わせてんじゃねえかよ。どうしようかな。連続攻撃で死ぬのは避けたい。ミキティスアミーナして、安全に行きましょうや。安全に、防御上げて、うんうん。これでだいぶ、マシになったね。で、沈黙して、3回攻撃。1、2、3! うわーい！強い！わーいって言っちゃった。3回攻撃、正義すぎる。あ。人間魔族も嫌いですわ。私たちを利用するだけ利用して。その結末には世界の崩壊？バカバカしい。そうなっても私たちは構わないのよ。こんな世界滅んでも仕方ないわ。こんな欲望と絶望と破壊にまみれた世界なんて。異世界から呼ばれた人間もお気の毒ね。魔物は魔王に利用され、勇者もあなたも兵士も人間の王に利用され、そこまでしてこの世界を守る価値ある？かわいそうな子。あなたはこの世界をどうしていくか、じっくり考えてちょうだい。これで全部終わったー。そうだね。この勇者も、でも勇者は乗り気だからな、割と。よし。これで精霊全員の魔力を得たな。ついに魔王を倒しに行ける。行くぜ！俺は突き進む。そして俺は王になるんだ。もうノリノリだからな。かなりノリノリだからね。この勇者もすげえノリノリだからさ。あなたはこの世界をどうしたい？もう王になるってずっと言ってるけどね、こいつにとってはな。割とどうしようもないけどな。異世界転生って基本的になんかもうちょっとおどおどするもんだと思うんだけどね。もうどうしようもないよ、こいつ。さあ、討伐してきましたよ。もう魔王を向かう同士に向かったらどうですか あ、そう。魔王城の敷地の前でお待ちしておりますね。はい。じゃあ、ま、ちょっと待って、でも先にね、買うもの買えちゃおうか。あ船船売る12万船売る孤島ってさ、待て。え？あ、そっか。これはそっか。スキアが生きてる世界線だからそうか。いや、船売ります
精霊の、ボールの討伐お疲れ様でした。さあさあ、どうぞどうぞ。魔王城へご案内。あ、私の店で買い物してくださいね。船売ってたよね、君。いや、船売ってんのよ、君。びっくりしたよね、船売ってんのはね。情報聞いたろうかな。ああ、感染者チェック、のんきなもんだな。魔王は強いですが、その動きを読み取り、強い攻撃の前に受け身を取れば何度かしのくこと。なるほどね。ああ、まあ、もちろん一番高いもの。お前、この情報からの裏切りじゃねえ、大丈夫なのか。そうだね。心配ありがとうございます。でも、私もあの魔王様の本気の姿が見たいのでしね。頑張ってくださいね。親切にどうも。いや、もう、どうだろう。怖いなぁ。あれ、魔王城どこだ？あ、こっちか。うわぁ、あるなぁ。ちょっと怖いな。怖くなってきたわ。北川魔王城23まで上げたけど、まあ大丈夫だと思うけどなぁ。いや、怖っ。ワンパンもあり得るってことですよ。動きをよく読み取りって言うんやったら。じゃあ、いっか。あ、ここが魔王城か。全然魔物がいないな。なんでだ？魔王に誘われてんのか？馬鹿にされてんのか？ならこのまま突き進んでいくしかねえな。あいつが魔王？俺より軽装だし、ていうか人間じゃねえか！そうなんですよ。前作やってればわかるんですよ。魔王は人間なんです。え？そうだ！やっぱり、君なんだ！そう。魔王は人間なんだよ。前作の主人公なんだよ。だから強いやつと戦いたいって言ってたもんね。さあ何をしてくる？とりあえず防御から入ってもらおうか、アンラには。で、君はもう3回攻撃やる。え、ああ！バーン！無理無理無理！嘘だろ、魔王強すぎる。死ぬのか、こんなところで。え、あっ、時は満ちた。なんでお前その口。僕はティラッチの足をつかみ、大きく開いた口の中に押し込んでいく。え、な、何すんだ、やめろ、やめろ、食うな。足を飲み込む。その胴体までも飲み込む。どういうこと？ぐいぐいとね、しまいを肩まで飲み込んだ。彼の手が、腕が、僕の口から飛び出して、バタバタと空をもがく、その腕も手も、丸ごと飲み込んだ、踊り食いだ。嘘。そんなことはある。彼を入れ溶かしたことにより力が強くなった。新しい魔法をたくさん覚えた。ごちそうさまでした。人間食べるのすごい久しぶりだったけど、やっぱり美味しいね。かわいそうな子って、かわいそうな子って。え、何この展開。いや、俺たちも人間食べたことないですか。あれも言えんわ。それはない。はあ、鏡の妖精さん、こんなとこにもいるんだね。鏡ならどこでも現れるの？よく喋るな、お前。口が解放されてたのは別人レベルの変貌だな。俺、そんな風に思わなかった。俺はな、この魔法の鏡に魔を移したら、なぜか、鏡の奥に燃えちゃった。そんな魔王の精神の一部なのさ。ふう、すごいね。じゃあ僕たちの冒険は最初から魔王に見張られてたのか。なんか最初から負けた気分。まあ、あの商人も魔族だし、どうしようもなかったかな。お前巫女だろ。なぜ勇者を食った。そりゃそう、だって。ひどいよ、それ。召喚された理由がそういうことじゃん。魔王が喋った。
それはまあ喋るよ、普通に。人間だもん。話は長くなるけど聞いてくれる？魔王様。いいだろう。話せ。僕はね、食べたものの能力を得る体質なんだ。勇者が魔王を倒せば、人間の王が勇者に玉座を譲る。わけもなく、最後に勇者を殺して世界を統一しておしまいだったんだけど。人間の最悪のやつじゃないですか。って、俺たちが言ったことじゃねえか。でしょでしょ？ひどいよね、お父様って。自分の権力のことしか考えてないんだ。そうか。王が、なんとか寛容になってたのは、最後の最後にもう、殺すのが分かってたの。でもそれでも、でもやっぱり勇者はダメだったね。異世界の人間頼っても仕方ないよ。だから、お父様とお母様は僕を勇者にお供させ、いざという時に勇者を食べてその力を奪い、その後は魔王も食べて、僕が魔王になって人間の王族が世界を統一っていうシナリオなのさ。ひどいよね。やっと外に出してもらえたと思ったら、こんなことに僕を利用するなんて。お父様お母様って人間の王の子なのか。そうに見えないけど。うん、僕は巫女なんかじゃない。僕は由緒ある王族の子であり、恨み子だ。行きたくないって言ってたの。行きたくないって言ってたのは。僕は地下の魔法監獄に生まれたんだ。魔王に対抗すべく、闇の力を得た強い子を産もうとした。その結果がこのざま。この歪んだ口を持った気持ち悪い見た目の僕だよ。だからお父様は、僕を王の継承者にしなかった。隠し通した。ちょっと話はそれるけどね。その後お母様は、地上で男の子を産んでね。その子は普通の子だから王にもなり得た。でも僕はそれが許せなかった。だから弟を食い殺した。その時の味と言ったらもう、最高だったね。まあ、それをきっかけに僕の食って奪う能力が判明したんだけど、だから魔法が使えるようになったのか。で、その件があって、お父様は僕を地下監獄に閉じ込めた。僕は怯えながら暮らした。お母様がたまに会いに来てくれるのが救いだった。お前地下監獄出身だったのか。道理で俺が見えるはずだな。君の話はよく聞いてるよ。魔王、いや、エグリマティアス。この世で最も罪深く、血にまみれた人間。世界を滅ぼす存在。これから僕は、君を倒して食べて魔王になる。そして、人間だけの世界を作り上げる。これが、お父様の書いたシナリオで、僕がその子まであるだけの話も構わないさ。全部、僕を愛してくれるお母様のために僕は頑張るんだ。ちょっと待て。は？お前は俺を殺しても両親に使用される。そんな運命でいいのか？生まれてきた意味。生まれてきた意味ってこっちにもかかってんのか？自分の利用価値とか。構わないよ。そんな運命、俺だったら殺す。俺はお前が気に入った。お前の人間の丸飲みする姿は面白い。本当は、お前、王族は、人間が嫌いだろ。精霊の残酷を見てきたお前ならわかるはずだ。このクソみたいな世界を滅ぼすしか価値がない。どうだ？俺の仲間にならないか。人間の王族も殺し、世界も殺す。お前は人間も魔物の食べ放題。悪くない提案だろう。え？これを断ると、お前は魔王って高しか選択肢はねーぜ。あ！なるほどね。セーブ仮面を開きや、ステージの魔王に仕事します。選択肢ってわけか！仲間になるか仲間にならないか。そういうことね。
でも結局こいつもさ、仲間になってもなとかあんだよな。仲間にな、多分ね、仲間になるは一直線エンディングだとは思うんだよな。じゃあまず仲間になる。いいね、仲間になる。ノリコル、人間ママのためでいいの？食べる食べる。口封じられの本当に嫌だったんだ。これで僕は自由になるの？お父様を、王族を、人間を、世界を嫌ってもいいの？いいとも。憎しみに食らいつくせ。やったー、ありがとう、えぐりみょってやつ。仲良くしようね。ああ、我が友よ。ん？友達。嬉しい。初めての友達だー。あの勇者友達認定されてなかった。まあ、されないだろう、あの口調じゃ。もう利用価値のためにしか。見られてなかったんだ。こうしてミコは魔族の方に着いた。それから世界中の人間が魔王城にさらわれる事件が多発するようになる。食べられてんだ。そしてそのさらわれた日を助けに魔王城に踏み込む。ついには帰ってこなかった。もぐもぐ。もぐもぐ。相変わらずよく食うな。あ、でも、そこまでなんかブレてないんだね、こいつ自体は。うん、美味しい。魔物の人間も美味しい。魔物食うのほどほどしときゃ。人間サラダは魔物の仕事なんだからさ。うん、気をつけろ。うん。お前食いまくって本当に筋力が丸くからがめちゃくちゃ強かったんだ。今のお前に俺たちが勝てるのが疑問になってきたぜ。そんなことはない。俺は強い。あ、そうですよね。魔王様のことも今は食べてみたいけどね。今は我慢します。反逆を起こす気がよ、でも今よ。そういえば。どうしたの？人間の情をさらってきた。あ、え、お母様を返して欲しければ人間の王が直々に魔王女に来いと通達しておいた。これで兵士がたくさん来るし、やがては王も来るだろう。やったー、兵士食べ放題だ。お父様来てくれるかな？来てほしいなー。で、まずはお母様に会わせて。いいだろう。どうして？お母様、お久しぶりです。僕はとっても強くなりましたよ。どうして人間を裏切ってたの？私はあんなに、あなたはあんなに愛しておいたのに。お母様の愛も、僕を操るためだったの？え？僕。お母様の愛の味が知りたいよ。お母様食べる。いただきます。ああ、まあそりゃそうなるわ。もう愛する人はいなくなったってか。母の味はどうだったか？今まで食べてきた人間の中で一番美味しかった。美味しかった。美味しかったけど。なんで僕、泣いてるんだろう。こうしてしばらくして、人間の兵士、王族はすべて殺され、また食べられてしまいました。人間の数もあと少し、そして魔族の数もあと少しとなりました。世界から生き物が消え、すべてが滅びは近いでしょう。私も食べられる日が近いんですよね。やだなぁ。あ、申し訳ないっすか。こんにちは。えひ、そんなに、何を、あ、